おい、ごぞ。何？なんだ、こいつは。こいつに取り付いている狐よ。わかりやすく言えば妖怪みたいなものだ。ふざけやがって。まあ落ち着け、敵意はない。ナルトが寝ている間はわしがお前の見張り役だ。直接頼まれている。今やあの忍びどもがわしに頼みな時代だ。からの資料で見たぞ、美獣ってやつだな。ほうだな。お前がそう思うのも無理はないが、それは見当。むしろその逆、わしはナルトの邪魔ばかり。どちらかといえばお前に似ていた。かつてわしは九尾の妖狐と呼ばれ恐れられていた。そうか、資料を読んでいたのだったな。会ってきた、ナルトの両親も含めてだ。器。自分の両親を殺したわしと生まれた時から一緒に生きていかねばならなくなった。莫大な力を与えられてな。夢を見た。全ての魂が救われる目だ。この世はクソダメだ。ウジの湧いた腐ったゴミ捨て場。ジェネレーションズ冗談。それは大筒という名の光だ。